それでは午後の学びに入りたいと思います。一言学びの前にお祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、このようにして午前中の礼拝を終え、またその礼拝のお話のテーマについて皆さんと深く学ぶ聖書研究の時間を与えくださって感謝いたします。どうぞこの学びを主が祝福してくださり、さらに深くこのことについて理解する力をここにお与えください。愛するイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それでは今回のテーマはですね、今キリストの血が必要な理由というテーマでお話をさせていただきました。まあ、実は非常にこれ私にとってですね、切迫した問題だったわけですね。はい、で今回のその話の中で、ほとんどですね、この放蕩息子の話からこれ進んでいくわけですね。で皆さんもこのね、放蕩息子というのをよくご存知の話かと思います。で、ほとんどの方が放蕩息子の、ダメダメ息子ですね、ダメダメ息子、財産をお父さんからもらって、もうそれをパーッと使って、そしてどん底に落ちて、そして立ち返るこの姿を、自分の姿と重ね合わせてですね、そして、こんな息子を快く受け入れてくださるこの父親のことを、神様と、ね、愛と許しの神様であると、そのように理解することによって、教訓を得てきました。このことについてはもう皆さんとね、何回か学んでることもあると思うんですけども、今回のポイントは、実はその父親の立場に今度は私たちを置いてみるという試みなんですね。つまり、そういう、ダメダメな息子か娘か分かりませんけど、もしくは何か、私たちに罪を犯した相手がいるかもしれないね、そういう人たちを、ね、受け入れる立場、許す立場といいますか、ね、そのような立場に置いてみて考えたときに、今キリストの血が必要な理由について気づきが与えられるという、そういうお話だったんですね。はい。で、そうですね、まず最初にですね、この父親の、様子なんですけども、この今回の中で特にですね、必要な父親の様子というのがね、これですね、はい、ちょっとこれを見たい、これ読んでみたいと思いますね。ご一緒にちょっとこれ確認してみましょう。こう書いてありますね。これは息子、放蕩息子が弟が帰ってきた時に、まだ遠く離れていたのに父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。息子は父に言った。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。しかし父はしもべたちに言いつけた。さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。それから祝宴が始まった。このシーンですけども、息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったというね、それをまず喜んでおられる神様の姿なんですね。この父親の姿からね、実際に神様は、私たちが神様を知らずに、もしくは知っていたとしても本当に迷い出てですね、神様から遠く離れていた私たちがごめんなさいという思いを持って神様に立ち返った時には、このような父親として私たちを喜んで受け入れてくださった、その様子がここに書いてあるわけですね。はい、ここで、先ほどのことに、じゃあこの父親の立場に私たちが立った時に、じゃあ放蕩息子が帰ってきた時に、私たちはこの子を
受け入れることができますかという質問を皆さんに投げかけたわけです。まあ、クリスチャンとしてね、まあ、聖書の中には、ね、まあ、あなた方もね、神様から許されてるんだから、だからあなた方も許すべきであるという教えが聖書の中にあるわけですよね。まあ、主の祈りの中でもね、私たちに負い目あるものを私たちが許すごとく私たちの負い目も許してくださいと言ってるぐらいですので、そのような負い目あるものを許すというのは聖書の教えなので、まあ、おそらくこの放蕩息子の父親の立場に私たちが立ったとしても、まあ、そうしてね、反省してもうボロボロの状態になって帰ってきて反省してごめんなさい間違ってましたって言った時には快く受け入れることは可能だと思います。まあ、それがクリスチャンだと思いますね。はい、しかしその理由についてちょっと考えてみたわけですね。なぜ受け入れられるか、ね、まあ、そうするとおそらくこういう答えが返ってくると思うんですね。だってこの子は自分の過ちを認めて悔い改めてちゃんと謝ってるでしょ、だから受け入れるのは当然でしょという答えが返ってくるかと思うんです。で、まあ、私もそういうふうに考えてね、もう当然そういう考えで受け入れることは可能かと思うんですね。はい、しかしこれが受け入れる理由であるならば、実は放蕩息子のこの父親の姿から本当の神様の愛の姿を理解していない恐れがあるということに今回気がついたんですね。で、これをまあもうちょっと深く考えてみるためにですね、もう一つの質問をさらに皆さん投げかけたんです。それは何かっていうと、もしこの息子が、まあ、もしくはこの子が悔い改めていない状態で帰ってきた時にそれを受け入れることができますかという質問に変えたんです。この質問はまた違うんですよね。悔い改めてないので、まあもちろんその自由を愛して飛び出てった、ね、まあ、どういう生活をしているか、まあおそらく自由気ままな生活をしていたでしょう。でも何かの理由で今帰ってきたわけです。この何かの理由で帰ってきた時にその子を心から喜んで受け入れることができますかというその質問に変えたんです。まあ、この質問に変えた時にですね、まあ、私の心の中で一つの答えがまず上がったんですね。それは何かというと、私はとてもこの放蕩息子を喜んで受け入れることはできないというそういう思いがあったんですね。でその理由は、まあどん底にまだ陥っていないと、まあ、私の中でのこの解決する流れっていうのはまさにこの放蕩息子の流れのように出ていきました。そしてもう散財して、ね、人生どん底経験してもうどうしようもなくなって、そしてもう帰るしかない、ね、本人ももう自分の人生失敗したと、まあ、私の人生と重ね合わせてますから、そういう自分の人生の失敗を経験して徹底的にもう自分の過ちを認めて納得して帰ってきた時に悔い改めることができたと、ね、このパターンしかないっていうふうに、まあ、自分の経験から考えた時に、だから悔い改めてなかったら途中で帰ってきたらまた多分出ていくので、まあそんだけちょっと無駄のように思ったんですね。何回もこれ繰り返してるとそのどん底まで行くのが 長くかかっちゃうと、もう早く本当は帰ってきてほしいってね、放蕩息子の父親としては。だからそういう何て言いますか、私の経験からね、まあそういう考えをこう持っていたので、まあ悔い改めてない中途半端な状態で帰ってくるよりはもう本当に徹底的にボロボロになって納得いって悔い改めて帰ってきた方が良いという考えがあったので、悔い改めてないので帰ってこられると困るわけですよね。まあそういうふうに私はね考えていたんですが、実はこれは全く聖書的ではないということを、まあ、今回私はね気がつかされたわけですね。はい、まあ、このことに気がつく中で、まあ、非常に重要なポイントとなるシーンがあるんですね。まあ、そのシーンというのは、まあ、このシーンですね。はい、これは放蕩息子が、まあ、父親
に、まあ、再会する時の場面なんですけど、この様子を見た時に、まあ、聖書にはね、まだ遠く離れていたのに父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻したとありましたね。つまり今この状況を見ても分かりますけども、この放蕩息子の父親は、まあ、向こうで手を広げてね、本当にこの受け入れる姿なんですけども、この父親は自分のところに帰ってきたその息子を見た瞬間に、まあ、実際に彼がね、悔い改めたかどうかについての確認をする前に、もう手広げてすでに彼を無条件で受け入れているんですね。まあ、なぜなら、まあ、こんだけ離れていますので、まだ遠く離れている状態なので、彼から直接悔い改めの言葉とか謝罪の言葉すら確認できる状況にないわけです。でも彼を見ただけで、彼が帰ってきたっていうそのことだけで喜んでもう受け入れている。実はこれが父なる神様の愛、そしてイエス様の愛、無条件の愛なんですね。まあ、私が先ほどこの立場に立った時にね、まあ、私がなんとこの父親と違うっていうのは、もうここで一目瞭然だったわけですね。で、その神様の無条件の愛っていうのは本当に聖書の中に一貫して見られることなんですけども、特に私はこの、まあ、イエス様のね、無条件の愛というものを、あのペテロの裏切りのシーンから、まあ、見ることができたんですね。ちょっとここを見てみたいんですけども、ルカによる福音書の22章の54節から、まあ、ちょっと長いんですけどね、62節あたりまでなんですが、ちょっとこれをお読みすると、それから人々はイエスを捕らえ、引っ張って大祭司の邸宅へ連れて行った。ペテロは遠くからついて行ったと。まあ、ペテロにとってはイエス様が捕まってショックだったけど、気になるわけですよ。ね、まあ、イエス様のことをもちろん愛していましたので、気になるので遠くから、なぜ遠くですか？まあ、ある意味巻き添い食らいたくないっていうね、まあ、そういう思いがあったわけですね。見つかりたくないと、ね、もしかしたら自分も捕まるかもしれないとね、まあ、そういう状態でついていったと。そして人々は中庭の真ん中に火を焚いて一緒に座っていたから、まあ、そこに紛れたペテロもね、すると、まあ、バレるわけです。女中が、あれ、この人イエスと一緒にいた人だって。でペテロは、あ、やばっと、これちょっと身元バレるとね、素性バレると自分も捕まると思ったので、私はその人を知らないと言ったわけですね。でしばらくして他の人がペテロを見て、あなたもあの仲間の一人だと言った。まあ、しかしペテロは、いやいや、それは違うと、まあ、否定したわけですね。さらに約1時間経ってから、また他の者が言い張った。もう言い張ったっていうのはこう確信を持って言ってるわけです。確かにこの人もイエスと一緒だったと。この人もガリラヤ人だって。ペテロは言ったと。あなたの言ってることは私にはわからないと。何のこと言ってるのかって。すると、まあ、彼がまだ言い終わらぬうちに、たちまち鶏が鳴いた。まあ、つまり、イエス様から離れたところでこうやりとりがあった。この、ことを、まあ、イエス様はね、事前にご存知で、かつてこう言ってたんですね。今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと、ね、そしてその通り鶏が鳴いたので、主は振り向いてペテロを見つめられた。その眼差しをペテロは、まあ、受けて、そして外へ出て激しく泣いたというこのシーンなんですけども、ここでその主は振り向いてペテロを見つめられたというね、まあ、聖書にそう書いてありますけども、その見つめられた眼差しがどのような眼差しだったかということを私たちは知りたいと思うんですね。そして、まあ、実際にこのペテロがその眼差しを受けた時の、まあ、ペテロの心の状態について、まあ、神様はですね、エレン・ホワイトに次のようなメッセージを与えられたわけですね。
それが各時代の希望下巻の208ページから210ページにこのシーンがちょうど書いてあるんですけど、ペテロの目は主に引きつけられた、鶏が鳴いた後の話です。そしてペテロの方を振り向いて、今ペテロを見つめられているその状態について、その優しい顔つきと書いてあるんです。だからなんで裏切ったのという顔つきではなくて、そこには優しい顔つきがあったと。そしてその顔つきの表情の中にペテロは深い憐れみと、そして同時に悲しみとを呼んだって。だからペテロがそのような弱い状態を表したことに対して憐れみの表情がそこにあり、そして裏切られた人間、イエス様もね、その時はもう人間と同じような状態、私たちと全く同じ状態ですので、心傷つきますよね。悲しみがある、これはもう分かります。まあ、それをそのような表情をされたんですが、一番驚くべきことは怒りの影はなかったっていうんです。裏切られた直後に。そして、この表情を見た時にペテロの中ではいろいろなことがブワーッと思い起こされたんですね。まず彼が思い出したのは、2、3時間前ですね、この、最後の晩餐のこの時間の時に、自分は主と一緒に獄まで島でも行きますと言った、宣言したあのことを思い出した。そして、救い主が2階座席で、いやあなたはこのその夜ね、この時ですよ、私を3回拒むと言った、その時の悲しみをペテロはまた思い出した。そして次ですね、ペテロは、イエス様のことなんて知らないって宣言したんですが、逆にイエス様はペテロのことをとてもご存知であったと、ね、主が自分をこんなにもよく知っておられたという、こんなにも正確に自分の心、つまり窮地に追い込まれたらイエス様なんて捨てるという、裏切るというその心を、そして自分自身も知らなかった虚偽、ね、そのあんな人知らないといったことだったり、それをイエス様はもう自分がそういうことを言う人間だっていうことをもうすでにご存知だった、自分よりもイエス様の方がよく知っておられた、そういう思い出が後ろのように彼の心にうわーっと思い起こされたっていうんですね。そして、かつてですね、一緒にずっとイエス様について回った時に、たびたび弟子たちは間違いを犯すわけですよ。そういう弟子たちに対してのこのイエス様の優しい慈しみとか親切寛容、その優しさ、何もかも彼は思い出して、そして特にイエス様がね、このペテロがつまずく、このことにイエス様の、ね、十字架につまずくことをイエス様はご存知で、だからシモンシモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。本当にイエス様は彼のことを知り尽くしていらっしゃったけれども、そのような弱い彼をすでに受け入れてくださった、このことを、ね、受け入れてくださっておられたということを彼は思い起こしたんです。それに比べて自分自身の暴音、虚偽、偽証、これ全部、ね、やっぱ自己愛ですよね。自分を愛する思い、その自己愛を恐怖の思いで振り返ったとあるんですね。このペテロのね、このさまざまなイエス様とのことをこう解雇してね、そこに気がついていくわけです、あることに。それは何かっていうと、こんな裏切った自分をすでにイエス様は許してくださるお方だし、そして受け入れてくださっておられたお方だった、これがイエス様の愛だったっていうことに彼は気がつくわけですよね。私はここにまさにこの
父なる神様とイエス様の無条件の愛、まだペテロ悔い改める前ですよ、裏切った直後ですから、その無条件の愛というものをここに見ることができたわけですね。まあ、この無条件の愛って本当に驚くべき愛だなって思ったんです。ところがこのイエス様の無条件の愛というのは、まあ、ここで終わらないんですね。さらにイエス様の無条件の愛の見ては伸ばされていた。どこまで伸ばされていたかっていうと、復活の後にまで伸ばされていたんですね。まあ、そのシーンについてちょっとね、見てみたいんですけども、こう書いてあるんです。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメトが行って、イエスに塗るために香料を買い求めた。そして週の初めの日に早朝、日の出の頃墓に行った。まあ、イエス様のお墓に行ってね、まあ、香料を塗ろうとしていった。そして、彼らは誰が私たちのために墓の入り口から石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていたというんですね。まあ、つまりイエス様のお墓の入り口をでっかい石が塞いでいて、中に入ってイエス様に香料を塗りたいんだけど、その石動かないよねって話してたんです。ところが、そこに来てみるとですね、まあ、そこには真っ白な長い衣を着た若者が座っていたと。まあ、それでびっくりしたんですが、この若者が言った言葉、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスキリストを探しているのであろうが、イエスはよみがえってここにはおられない。ご覧なさい、ここが王様していた場所であると。次です。今から弟子たちとペテロとのところへ行ってこう伝えなさい、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねてあなた方に言われた通り、そこでお会いできるであろうと。この御使いの言葉の中に、今から弟子たちとペテロのところに行ってっていうね、弟子たちとペテロのところへ行ってっていうふうに書いてありますけども、なぜこの御使いが弟子たちとペテロというふうにわざわざ2つに分けたのかということに注目したいんですね。まあ人間的に考えたら、もうこんな裏切ってね、3回も裏切ったものはもう弟子じゃないと、だから弟子に入れないよっていうこととして弟子とペテロを分けたのか、ね、まあ、人間的にはそう見えるわけですけども、実はそうではないと。イエス様は今ペテロの状態をねご存知だったんです。どういう状態かっていうと、もうあんな3回もイエス様を拒絶して、そして本当に情けない、もう自分のことしか考えてない、自己中心的な自己愛的な自分の様子を見た時に、もう彼は打ちひしがれて、もうイエス様に合わせる顔がないって思ってるんですよ、ね、はい、もうそのことをイエス様はご存知だったんですね。でも先ほどの御使いの言葉にあるように、イエス様は弟子たちに会いたがっている、もちろん。でもそこにもう一つペテロという名前を加えることによって、ペテロに会いたがっているっていうことを強調されたんです。だからまあ弟子って言ったら入ってるか入ってないか、もしかしたらペテロは自分は弟子に入れないと思ってるかもしれないけど、ペテロという名前が出てきているので、イエス様が自分にまた会ってくださるんだって、自分を受け入れてくださるんだっていうことをペテロが知ることができるわけですね。そのためにわざわざそこまで配慮されたということなんですね。これが本当に完全な神の愛の姿なんです。どこまでも立ち返れるような機会を提供してくださるということですね。まあ、このことについてエレン・ホワイトはこう書いてあるんですね。キリストが亡くなられてからペテロは後悔に打ちひしがれていた。死を拒んだ彼の恥ずべき行為と救い主の愛と苦悩の眼差しが絶えず彼につきまとった。弟子たち全部の中で彼が最も厳しい苦しみを味わったのだった。まあ近くまで行ってね、まあ少し距離を取っていたけど、あんなしてね裏切ったっていう事実があったのでね、もう自責の念ですよね。その彼に彼の悔い改めが受け入れられ、彼の罪が許されたという保証が与えられている。そして彼の名前が呼ばれているのである。弟子たち、そしてペテロというふうに名前が付けられたのは、その
イエス様のご配慮だったわけですね。これがイエス様の無条件の愛、すなわち完全な愛なわけですね。イエス様はご自分の苦しみや悲しみよりも何よりも何を一番気にしておられたかというと、ペテロが立ち返れるか、これペテロの救いに関することです。彼がちゃんと悔い改めれるようになるためには何が必要か、すでにあなたが立ち返るべき道がここにある、あなたが立ち返る場所がここにある、あなたに会いたい、このような思いをイエス様は持っておられ、そしてペテロにそれをずっと投げかけておられたわけですね。ペテロがこのイエス様の完全な愛を知った時に、彼はもう一度立ち返ろうと思ったんです。このあたりが放蕩息子がもう一度お父さんのところに帰ろうと思ったあの状態なんですね。このイエス様の完全な愛がそのような気持ちを起こさせたわけです。これは私たちが悔い改めてイエス様に立ち返るためには絶対に必要な要素と、必要な根拠となっているわけですね。なぜならば立ち返るべき場所、そしてその受け入れてくださる愛を知っている者だけがそうしようって思うわけです。ですから言い換えれば、この悔い改めというのはね、自分の決意とか自分の力で成し遂げるものではなくて、必ずそこには神様の完全な愛に対して、それを信頼し、そしてその愛に対する信仰を持って立ち返ろうと、そしてその立ち返ろうとする、その信仰に神様が応じる形で聖霊がそこに送られる。その聖霊の導きによって私たちは罪に対して正しく悔い改めることができるようになる。だからこの順番をね、本当に私たちは間違ってはならないということですね。この順番を私たちは間違ってはならないということですね。この順番を間違うとですね、立ち返るべきものが立ち返れなくなるわけですね。そのことについて、キリストの道には次のようなことが書いてあるんですね。私はこの部分が一番好きな、キリストの道で好きな部分ですけどね、ちょっと読んでみたいと思います。悔い改めは自分の力ではとてもできるものではありません。これは天にお上りになって人類に聖霊の賜物を与えたもキリストによるほかないのであります。ところがここで考え違いをして、せっかくキリストが与えようとしておいでになる助けを受けない人が多いのであります。つまりそれらの人はまず悔い改めなければキリストに近づけない。悔い改めは罪の許しを受ける準備であると思っています。まずここで何を言ってるかっていうと、イエス様が放蕩息子と、父親の再会、これは近づくことですよね。お父さんのところに立ち返るというね、これ近づくということなんですけど、同じように私たちがイエス様、神様に立ち返って近づくということね、このことを念頭に置くんですけども、そこに、まず悔い改めてそれが完了している人でなければ神様に近づいちゃいけないという、なんかそのような暗黙のルールがあるというんですよ。で、実際に私たちもなぜかそういう思いに駆られるわけですね。だから悔い改めは罪の許しを受ける準備だと思っている。だから悔い改めなければ許されることはまずないと。で、もちろんその悔い崩折れた心だけが救い主の必要を感じるから、十字架のね、この許しの功績に預かることができるという事実もあります。悔い改めが罪の許しに先立つのはこれ当然であると、でも次の問いかけです。それでは罪人は悔い改めるまではイエス様のとこに行くことができないのか、神様に立ち返っちゃいけないのかということなんですね。で、これ言い換えれば、悔い改めが罪人と救い主との間の障害物となっていいんですか
と書いてるんです。ね、聖書は全て重荷を負って苦労しているもの、これはまだ、ね、この悔い改めが完了していないような状態のものは罪の重荷で苦しんでいるわけですよ。そのようなものは何て書いてある？私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようという、ここには何て書いてありますか？キリストのご招待は罪を悔い改めなければ受けることはできないとは教えていませんと書いてあるんですね。これが、完全なイエス様の愛なわけですね。もちろんここにこう重要なことなんですけども、罪人がまことに悔い改めるようになるのはキリストから出る力によるのでありますと。だから先ほど自分の決意とかね、決心とか自分の力で悔い改めることができないと、悔い改め自体というのはもう神様から与えられるものであるということですね。私どもはキリストなくしては許しが与えられないのと同じように、キリストの霊が、つまり聖霊が良心を呼び覚まさない限り、私たちは悔い改めることができないというこの事実を私たちは知っておかなければならないということですね。はい。そして、もう一つ重要なのはね、イエス様のみが人の心の内に罪を憎む心を植え付けることができる、罪に対しての嫌悪感という、これが必要なんですね。悔い改めの中にはその嫌悪感というのが必要なわけです。その嫌悪感を与えるのも聖霊なんですね。はい。なぜかというと、次のところにそう書いてありますね。真理や純潔をしたい、自分の罪深さを認めることなどは皆キリストの霊、すなわち聖霊が私どもの心に働いている証拠である。このようにして私たちの悔い改めには聖霊がどっぷりと関わっているということなんですね。ここでまたその話を放蕩息子の方に戻しますけれども、確かに彼は人生のどん底を経験して、自分の愚かさを悟った時に立ち返ろうと思ったわけですね。でもその時に彼が初めて思い出したのが、あの父親の愛だったんですね。つまり彼の心の中に父親のもとに帰ろうという、そういう気持ちを思い起こさせたのが、そういう気持ちを起こさせたのがまさに父親の愛を彼は知っていたからですね。しかしもしこの父親が非常に厳格で厳しい父親だったら、彼は父親のとこに帰ったでしょうか？おそらく帰る場所が彼はなかったと思うんですね。自分はとてもこんな失敗したら受け入れられないと思ったら帰る場所がないわけですよ。逆を言えば、もし私たちが、誰か私たちに対して、道を誤ってしまった、罪を犯してしまった人に対して、その人が悔い改めて、そして謝罪を完了させなければ、私たちは彼らを受け入れないという態度をもし私たちが取り続けるなら、この人はいつ悔い改めることができるかということなんです。イエス様はこの人が悔い改める前に、つまりペテロが悔い改める前に、すでに彼が悔い改めることができるように彼を受け入れてくださっておられたんですね。私たちが彼を受け入れないんだったら、彼らいつ悔い改めるかということなんです。自分が失敗した時には悔いることはできます。こんなことやったからこんなことになっちゃったんだっていうね、ただ結果を悲しむというだけです。これは悔いですよね。悔いる。でも悔い改めと悔いるって違うんですよ。改めるっていうのがついてるのとついてないの違うんですね。悔いることは誰でもできます。でも改めるっていうことは、その罪から離れて翻る、立ち返るっていうことまで含んでるんですよ。彼が立ち返るためには、立ち返る場所、受け入れる先が必要なんです。それが私たちでなければならないということなんですね。つまりそのような人たちを悔い改めに
導くためにはすでに彼らを許して受け入れなければならない。なぜならそれがイエス様の完全な愛だからです。そして言い換えれば、このイエス様の完全な愛だけが人を悔い改めに導くことができるということなんですね。そしてイエス様のこの完全な愛が形となって現れたものが、あのカルバリーの十字架、十字架の上に挙げられて、そして全宇宙にこの愛は表明されたわけです。キリストの道にこういうことが書いてあるんですね。カルバリーの十字架にかけられた神の子羊を眺めるとき、初めて説明することのできない贖罪の神秘が私どもの心にも理解され、神の恵み深きことが私どもを悔い改めへと導くのでありますと、ね、神の恵み深きことが私どもを悔い改めへと導く、受け入れ先がある、愛されているという事実が悔い改めへと私たちを導くわけです。キリストは罪人のために死にたもうて、計り知れぬ大きな愛を表してくださった。罪人がこの愛を十字架を通して知るときに深い感銘を受けること、そして心は和らげられて悔い改めと導かれるということなんですね。もちろん私たちは自分がキリストに導かれていることを意識する前にですね、自分のこの罪深い行為を恥じて、そのような悪い習慣をやめることもありますけれども、人が正しいことをしたいと絶望して改めようと努力するときには、実はいつでもキリストの力、聖霊が働いて彼らを導き、そして引きつけているということですね。これが自分では意識していないけれども、その力が心の内に働いて良心を呼び覚まして、そして行為が改められる。これが悔い改めのその改めのことです。だから悔い改めが完了するということなんですね。私はですね、このイエス様の十字架を教会にずっと行っていましたので知っていました、ね、そしてその十字架が掲げられたことによって、私はこの罪のどん底から立ち返る場所がね、そのような機会が、チャンスが与えられたわけですね。そしてイエス様に立ち返ってから、神様に立ち返ってからは、神様の御前に恩義を感じてですね、そして清く正しい人生を歩もうと決意して、そしてイエス様のご品性を完全に反映している14万4千の一人になりたいって心から思って、それを目標とするようになったわけです。しかし14万4千になるということは、実際にイエス様に似ているという、そのような証拠を求められるわけです。つまりイエス様に似ているというのは、もし誤った人がいて、この人が悔い改める前の状態であっても、この人が悔い改めるために最善を尽くして、そしてすでに受け入れている、あの完全な愛を私も表さなければならないということなんですね。ところが、今回ですね、私は、自分を放蕩息子の、この今までは自分を放蕩息子の立場に置いていて、ああ受け入れられた受け入れられたっていうね、その感謝の思いだけで終わってたんですけど、自分をこの父親の立場に置いて、ね、そして食い崩れた放蕩息子を受け入れることは可能かと思いましたけど、逆にまだ悔い改めていないそういう子を受け入れることができるかって思った時に、イエス様はそれができるお方だったっていうことに気がついて、しかも私はできないっていうことを今回知ることになったわけですね。なんとこの、神様の完全な愛、イエス様の完全な愛と私は違うんだろうかって思った時に、正直、そのことを悟った時にですね、非常に打ちのめされたわけですね。他の方、他者に対してですね、他者に対しての、そういう愛の欠如というものは、これはもういろいろ今回考えたわけですけども、自分の決心とか努力で愛そうと思っても愛せないんです。これどうしようもないことなんです。私の性質なんですよ。
そしてこの性質っていうのはこれ何かっていうと、自我を愛している、まあ、自己愛の性質があって、もうこれこそ魂の病なんですね。しかし私は自分がそのような魂の病を、まあ、今患っているね、まあ、いろんな魂の病っていうのはもうこれだけじゃなくていろいろあるんだけども、これが突き詰めていけば本当に奥底にあった病なんですよ。で実はやっぱりそうね、そういうものに目を向けたくなかったのもあったかもしれません、今までですね。まあ本当にね、自分の性質ですか、自己愛という性質はもうどうしようもない罪の根本的な問題ですよね。突発的にどんな罪を犯すか分かんないわけですよ。自分がそういう人間だっていうことをね、本当に認めた時にね、もうこの病をどのようにしていいかっていうね、そのことに本当に思い悩んだわけですね。しかし神様はこの魂の病からの回復を、私が切望している時に次のような解決方法を私にお与えくださったわけですね。救い主は神の掟の原則、すなわち神と人とを愛するということをその生涯において完全に実行したものなのであります。また慈悲と無我の愛が救い主の命でありました。ですから私どもが救い主を眺め、救い主の光に照らされるとき、初めて自らの心の罪深さが見えてくるのであります。まあ、つまり放蕩息子の本当の父親の本当の父親の姿をイエス様のその生涯、ね、まあ無我の愛、完全な愛、そこに見たときに、ね、私どもがまさに救い主を眺めて救い主の光に照らされたわけです。その時初めて自らの心の罪深さ、他者を愛するのではなく自我を愛する自己愛の状態だったっていうのが見えてくるのであります。とひとたびキリストの光が心の中に差し込む時、自分たちがどんなに汚れているかが分かるのであります。本当に今回私はそのことをね、理解することができたわけですね。また何をするにも自分の利益ばかり考え、神に逆らい、日常のあらゆる行動が汚れていたことを悟るのであります。残念ながら、まあ、例えばこういう伝道の働きに携わっていると言っていながら、そこに自分の利益や自分の方法、自分の考え、そういうものが優先されていたということを悟るのであります。私もそういうことを考えさせられました。そして私どもの義は汚れた衣のようであって、そしてここからですね、キリストの血のみが罪の汚れより清め、彼の御姿にかたどって私どもの心を新たにすることを知るのであります。この言葉です。私にとって今キリストの血が必要な理由は、まさにキリストの血のみが罪の汚れより私たちを清め、そして彼の御姿にかたどって、つまりイエス様に似るものとして私どもの心を新たにするという約束が神様から与えられているので、今それが必要だと思ったんです。私はですね、この部分において、この自己愛という魂の病を解決するためには、もうこの方法に寄りすがるほかないと私も思ったわけです。しかし神様は、まあ、私がまだね、本当にそのような、不完全な状態で、この状態のまま神様のところに立ち返ろうという、そのような意思を持って、立ち返ろうとしたときに、あの放蕩息子の父親の完全な精神を神様お持ちなので、遠く離れていたけども私を受け入れてくださって、そしてあの父親が最終的に息子と再会してね、そして自分の子としてくださったように、私を最終的に受け入れてくださって天のご自分の子としてくださるという、その希望を私は今持ってるわけですね。この今回ですね、まあ、本当にこのことを考えさせられて、なんと
ありがたいんだろうかって心から思ったんです。そしてもうこれ以外に私はね、もう口では14万4千になりたいとか本当にそこを目指していますというふうにね、言ってきましたけども、魂の奥底にあったこの問題についに着手しなければならない時が来て、これをおろそかにしているならば決して14万4千の一人になることはできないことを私も悟りました。でも今からでもこれに着手したいと思います。神様は必ずこのことを解決してくださるお方です。なぜならばそのような力と功績の源はすべてイエス・キリストにあるからです。そしてイエス様は今これに着手してそれに応答するために今取りなしをしておられるわけです。大祭司として、この大祭司としての取りなしというのはただ罪を許すだけじゃなくて、私がイエス様に似るようにこの法と息子の父親として完成するようにその力を私に注いでくださる、私を作り変えてくださる、そのような約束によりすがりたいと思います。ここからまた立ち上がってですね、残りのクリスチャンライフを諦めずに歩み続けたいと思います。はい、ということで、今回はですね、私事のことで申し訳なかったんですけど、もし何か、皆さんのね、励ましになればと思いますのでね、はい、これで学びを終わらせていただきたいと思います。では一言お祈りをさせていただいてですね、この学びを閉じたいと思います。愛する天のお父様、今回は本当に法と息子のこの例え話から、特に父親の立場に私たちを重ね合わせるときに今まで見えてこなかった部分を私たちは思い知ることができました。本当にまだまだイエス様に似ていない、そのようなことを認めたいと思います。しかしイエス様の血だけが私たちを罪から清め、イエス様の御形に作り変えてくださるというこの約束を今一度思い起こし、そしてそこに向かって前進したいと思います。今まで見なかった罪、見たくなかった罪、先延ばしされてたこれらのことに今信仰を持って着手したいと思います。どうぞあなた様の御業がここに現れますように、また証を立てることができますようにお助けください。この祈りを感謝して愛する救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。